ヤッホー、さくらです。ヤッホー、すみれです。はい、今回は何をするかと言いますと、しーちゃんへ早めの誕生日パーティーをサプライズしたいと思います。で、今ね、準備中で、しーちゃんが今お風呂入ってるんですけど、多分今 YouTube 見ながらしてるのでかなり遅いと思うので、もうお手紙書いたりいろいろね、準備は整ってるんですけど、今頑張ってるんですけど、ママと一緒に3人でね頑張って、当日はね、宮崎にいるパパもねお祝いしてくれるということなので、しーちゃんがどういう反応してくるか楽しみです。じゃあ頑張っていきます。頑張ります。ということで、当日です。本番当日です。ということで、これね、ママとしーちゃんとうちでデザインこんな感じにしてありました。で、お料理とかもね揃ってるので、あの、ね、開いてみて。ちょっと待って待って、です。海鮮、私が焼いてあげるから、みんな、はいはい、やっぱお姉ちゃんとしてやるべきことはしないといけないから。はい、ということで、今ご飯を食べました。イエーイ、ごちそうさまでした。ママありがとう。今ご飯食べ終わったら私たちからお手紙を読みたいと思います。イエーイ。で、ママからもあるので、まずは妹から読みたいと思います。じゃあまずすーちゃんからどうぞ。読みます。短いんですけど、しーちゃんへお誕生日おめでとう。13歳になったね。いつも家族を盛り上げてくれてありがとう。そのおかげでみんなが明るくなれるよ。この前初めての学校の時、手をつないで一緒にいてくれてありがとう。これからも明るいお姉ちゃんでいてね。少し早いけど本当にお誕生日おめでとう。ありがとう。しーちゃんにこちらをあげます。ありがとう。すーちゃんは折り紙が得意なので嬉しいです。え、うまっ。じゃあママがもう今泣き始めたんですけどじゃあ私言いたいと思います。本当に私語彙力ないので、言葉を私さっき見たんですけど、昨日夜中に書いたんですけど、何言ってんのこいつと思ったんですけど、ちょっと読みたいと思います。かわいいかわいい、しーちゃんへお誕生日おめでとう。もう13かってママとパパは思ってると思うけど、姉の私からするとまだ13かと、
なぜか思っています。なんでかというと、しーちゃんは大人で私よりも家事が好きで身長も高くて学校面に対しては特にしっかりしていて、たまにしーちゃんの方が年齢が上っぽいなと感じる日もたまにあります。私がかまっちょなのでいつもギュッとしに行くとツンツンしていますが、たまにお風呂で2人っきりになった時に好きな人について相談してくるしーちゃんは好きな人好きな子についてたまに話してほしい。昔ね、昔なんですけど、それはなんだかいつもツンツンいつもツンツンなしーちゃんとは真逆でとても可愛くて愛おしいなと思います。これからもちょっぴりテレアさんで優しくてしっかり者のしーちゃんでいってね。しーちゃんとすーちゃんは昔から自慢の妹です。大好きです。作詞よりとか書いてる自分でじゃあ最後ママ、ママちょっと号泣ですね。しーちゃんへハッピーバースデー。しーちゃん、少し早いけど今日はパパと4人でサプライズです。この1年東京に来てくれて、パパがいない日常で一緒に自転車で買い物に行ってくれたり、重いものもママ私が持つからいいよと言ってくれたり、ママよりいつの間にか背も大きくなり高いところのものを取ってくれたり、本当に助かりました。ありがとう。やばい、ママに泣くもうね、今はコロナもあるし体も心もバランスを取るのも難しいけど、私たちで乗り越えていこうね。いつも我慢強いしーちゃん、辛い時には人に頼りながらでも大丈夫だよ。ママやさくら、すみれ、そして離れていてもパパもいるからね。小さい時から思いやりの人だから、一人で抱え込まないようにしてね。生まれてきてくれて本当にありがとう。また一年しーちゃんの成長を楽しみにしています。今日は本当にありがとう。おめでとうママより、ありがとう。おーすごい、ママありがとう。よし、はい、ということで、あ、なんとちょっと待ってくださいね。サプライズがあります。え、何ですか？宮崎のパパからですね。はい、おすすめしてるとか。おー、聞いてもらっていいですか？はい、いくよ。はい、パパからね。しーちゃんお誕生日おめでとう。13歳やな。ちょうどコロナで学校にも行かれへんし辛いし大変やと思うけど、そっちはそっちで頑張りや。東京に行って1年過ぎてるけど、どうですか東京生活は？もう慣れた？もう慣れたわな、1年経ったからな。でも3月の終わりに帰ってきた時に3ヶ月ぶりに会ったけど、めっちゃお姉ちゃんになっとったし、ちゃんとさくらの世話したりスーの世話したりして頑張って中学校生活を頑張って送ってな。次会うのが夏になるか冬になるか分からんけど楽しみにしとくわね。っていうか、たまにはさ俺に連絡してこいよ。俺から連絡する前に。はい、じゃあね、誕生日おめでとう。ありがとう。はい、イエーイ。パパなんかも取り直してこれでいいかなって送ってきたので頑張ったと思います。かわいいパパありがとう。じゃあ13歳になった抱負をお願いします。中学生だから勉強を頑張りたいです。あとはもっとしっかりできるように頑張ります。うん、はい、ということで今日どうです、嬉しかったですね。めっちゃ嬉しかったです。おめでとう。おめでとう。生まれてきてくれてありがとう。ありがとうということで今日はしーちゃんに13歳のお誕生日のサプライズパーティーをしました。みんなね、昨日から、まあ、パパは前からすごいみんなね、コツコツ頑張ったので、うちらの誕生日別にその前日からコツコツするとかはあんまないんですよ。こうやってね、本格的に前日からこうバレないようにするっていうのはあまりないことなので、すごいしーちゃんは幸せ者だなと思いました。これからもみんなしーちゃんのことが大好きなので、もっと、あ、もっとじゃない、これからも頑張ってくださいはい、ありがとうございました。はい。
ということで、せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チョブリグ、おめでとう。美味しそう、かわいい。たくさんのメッセージありがとうございます。これからも頑張るので応援よろしくお願いします。あの31で頼みました。私たちはめっちゃちっちゃい頃からそのスポンジがあんまりみんなね食べきれないので、今回も31のアイスにしました。改めてありがとうございます。ありがとうございます。あ、違う、おめでとう。おめでとうやった。